ソロ競技のクイックステップです。Your first dance, the quick step. はじめに、エントリーナンバー9番、谷堂誠司、早野恵美。スタンダード部門のソロ競技はクイックステップです。各カップルが32小節の規定フィギュアを2回繰り返します。この谷堂組、全日本チャンピオンですが、どこまで外国勢に迫れるかですね。そうですね。精神的にとても強いカップルですので、今日もよくチャレンジして踊っていると思います。去年この大会決勝2位でした。この2人の特徴はどんなところになりますか？そうですね、長身を生かして、ダイナミックな踊りをするというのがこのカップルの特徴になると思います。それは外国のカップルにも劣りませんよね。そうですね、身長的に言えば本当に引けを全く取らないカップルだと思います。出来はどう見てますか？そうですね、とてもよくチャレンジして積極的に踊っていると思います。ただその積極性がやや肩の硬さに現れているかなっていうふうにも見受けられます。女性のショルダーがやや後ろにあるのかなっていうふうに見ます。それがまた動きに少し硬さを与えているようにも見受けられます。それにしても存在感ありますよね。そうですね、日本を代表する選手として、この決勝を頑張って踊っていただきたいと思います。エントリーナンバー61、ギゼッペ・マグネリ&フランチェスカ・ピエトロ・マーレ from イタリー。イタリアのマグネリ組です。このカップルの特徴はどこでしょうか？最近伸びてきた選手ですね。先日行われた全英選手権でもタンゴでセミファイナル入りを果たしているようです。はい、とても体の幹の力、体幹の力が強く、アームポジションも安定しているように見受けられます。筋力が強いということですね。そうですね、ボディのその腹筋や背筋、はい、それから肩甲骨、背骨、それから腕をつなぐ筋肉ですね。その辺がトーンがきちっとしていて乱れが少なく見えますね。あ、ブレがなくなるっていうことですか？抑えてるっていうことですか？そうですね、まあともするとその力だけで抑えがちな時もあるようにも見受けられますけれども、おおむねいいバランスで踊っているんじゃないでしょうか。81番、笹谷武、笹谷組。日本、笹谷組です。コンスタントに最近上位に入ってきてますよね。そうですね、常に上位進出を狙う位置に、昔からいましたけれども、最近は上位に進出してきますね。はい、どんなところがいいんでしょうか？そうですね、明るい雰囲気を持っているカップルで、競技会の最初から最後までエネルギーを切らすことなく踊り切るスタミナを持ち、そしてまたアームポジションもとてもクリーンなラインを保っているカップルだと思います。姿勢がいいというか、ホールドが崩れないような印象もありますね。そうですね、ホールドというのは男性と女性をつなぐ、まあ、メッセージをうまく伝えるためにとても大切なパーツなんですけれども、そこが乱れるとやはり2人の動きに支障が生じるというふうに思います。その上で今回はどうでしょうか？そうですね、今日はいつもの笹谷組に比べるとやや腕がこうブレて見える瞬間があるっていうのがちょっと気になりますね。腕がブレる、はい、まあ、女性の腕にはまあ装飾品がついているわけですけれども、肩と腕、肘の位置関係を見ているとやや動いているようにも見えますね。エントリーナンバー89、ビクター・ファン&アナ・ミケツ from the United States of America。 ビクター・ファン組です。全英選手権で総合4位に入りました。今力をつけているカップルです。
そうですね、以前から注目はされていましたけれども、ますます最近こう実力をつけてきたカップルだと思います。男性女性それぞれいいところを挙げてください。男性はやはりこう強い筋力を持っていて、床に対する働きかけっていうか、その足から床にうまく力を伝えていて、とても大きな動きをしています。はい、女性はその男性の力強い立ち方からもちろん来ると思うんですけれども、柔らかな表現ができるようになりました。男性の力強さがあって、その女性の柔らかさが出てくるということなんですね。そうですね、男性の姿勢がぶれないということは、女性が安心して演技をできるためにはとても大切なことだと思います。そうしますとフロアの上の存在感も出てきますよね。そうですね、一体感、そしてスピード感、そういったものが出せるようになると本当にフロアの上での存在感に影響しますね。はい、ノーシードからこの決勝に進んできた中国のカップルです。どんな特徴がありますか？そうですね、この選手も若い選手だと思うんですけれども、今日はノーシードから勝ち上がってきたということで、とてもハッピーなんじゃないかと思います。まあ、朝早い時間からの登場ですからね、まあ、疲労感はあるんでしょうけれども、まあ、成績が良いとエネルギーもまた湧いてくるものなんですね。ステップなど技術的にはいかがですか？そうですね、このファイナルソロは規定フィガーで踊られているわけですけれども、まあ、上がるつもりがなかったというわけではないでしょうけれども、少し練習不足な部分が見受けられます。例えば足を揃えるべきところできちっと揃っていなかったりですね、今もまさにこう足を揃えるべきところなんですけれども、慌てて揃えているようにも見えますね。いやでも満員のこの日本武道館のお客さんが見つめるところですから、気持ちはいいでしょうね。そうですね、まあ緊張もするのかもしれませんね。はい、Entry number 149, Mirko Gozzoli and Alessio Fetti from Italy. 世界チャンピオン、ゴッソリ組です。1月の UK 戦では全種目1位で優勝、そして5月の全英選手権では3連覇を果たしたカップルです。そうですね、本当に今をときめく世界チャンピオンがこうして、日本の大会で踊ってくれるということは本当に嬉しいですね。その素晴らしさ、どこ見たらいいですか？そうですね、やはりこうクリーンなトップライン、2人の位置関係が本当にいつも一定でいる、そしてタイミングもクリアですね。彼らの踊りは本当にフロアの上を自由自在に踊っているように見えて、とても軽快な踊り方なんですね。エレガントさもありますね。そうですね、チャンピオンとしての自信を深め、ますます、エレガントさにも磨きをかけていくんじゃないでしょうか。踊りにもバリエーションがたくさんあるように思えるんですが。そうですね、まあ、その踊り方も選手によってだと思うんですけれども、傾きなどを使ってですね、変化をつけていると思います。はい、ナンバー181番、川原久志、荒井泉。日本、川原組です。日本でも有望なカップルですよね。そうですね、最近本当に上位に進出してくるようになりました。はい、男性のホールドが大きいですよね。そうですね、女性がとても身長が高く腕が長いので、それを生かして大きな
シルエットで踊っていますね。今大会を見ていて気がついたんですが、はい、以前ですと少し線が弱いような印象を持っていたんですけれども、今回はとにかく積極的に自分のダンスをフロアの上で踊り切ろうっていう、そういった姿勢が見えますね。そうした課題を自分たちで克服してきたということですか？そうですね。今回は自分たちなりにテーマを決めて、そしてそれに向かってチャレンジしているっていうふうに見受けられます。このステップいかがでしょうか？そうですね、そのテーマにのっとってだいぶ積極的に踊っていると思います。やはり自信というのが大きいんですよね。自信というよりもチャレンジャー精神ということなんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。はい、ソロ競技が終了いたしました。